タコピーも見てないまだ。まだ見てない。タコピーもじゃあ次見てみるわ。でも、ほんあれだよ。あのね、マジであなたたちが教えてくれる漫画って、マジで面白い。マジで面白い。うん。マジで面白い。あっす。俺そういえばあれだわ。ノリピーと会ったわ。そう。俺、あのー、ちょっとね、家の近くこうやって会ったら俺、そう。数十年ぶりに会ったわ。うん。じゃあなんかね、あのー、 ま、その、ことを言うと、まあ、俺がね、小学校の時にすごい仲良かった友達がいたんだけど、ノリピーっていうね。で、それで、あのー、小学校3年生の冬休みだった。そう。まだね、あの、12月、1月にならない、あの、12月の冬休みだったんだけど、あのー、これ俺も悪いんですよ。 俺もってか、ま、あその、遊んでる中でね、まあ、ちょっとこう、3メーターぐらい高いところの、ま、あ崖際で、ちょっとこうやって、あの、お花を見たりとかね、虫を探したりとか、なんかこう、遊んでたんですけども、そこでさ、まあ、こうやって、ノリピーが、俺に、こうやって、へぇってやるじゃん。よくやる、やりません、ね、皆さんも。押すつもりないんだけど、えぇってさ、やる時あるじゃないですか。で、それで、俺はそこで、ビビって落ちちゃったんですよね。はい。で、それで、あの、 えっと、脳天から落ちてしまって3メートルの高さから。で、それで頭蓋骨に3ミリの,あの骨折、ひびが入ってしまって、その日はまあ、嘔吐、めまいという形でね、あの、白に吐いてしまって、3日間くらいかな、入院しました。そう。でも3日間、あの、入院して、特に脳外傷はなくですね、えー、そのまま、えー、ことを、なんかこうね、えー、と、新学期に入ったんですけども、その時にね、えー 1>, 1月のだいたい8日ぐらいだったかな。新学期そうですよね。ノリビーと会ったんですよ。僕はもう何も恨みなんかもないし、もうむしろ、あの、早く友達に会いたいっていう一心で、おいって、な、あれだよって、あの、病院で入院してたよ俺たーみたいなことを言ったんですけども、彼はその時に僕の、あの、二度見みたいにこと俺俺のせいじゃないからだお母さんが言ってた 俺は悪くねえみたいな形を、あのー、まあ、セリフを破棄ですね。僕の前から姿を消した、えー、友達でした。で、まあ、そこから、あのー、まあ、話したりはしましたけど、やっぱりなんか、本心でお互い話すっていうのが、あのー、減ったというか、まあ、ほぼなくなってしまって、そう。で、最終的に、 あの中学も実は同じ部活だったんですけども、まあ、同じ部活だったとしてもあまりまあ話しはせずですね。で、それで、あの、高校はも,うもちろんもうお互い別の高校に行ってしまって、そこからもう総演になってしまうと。で、まあ、地元の友達たちに、地元の友達たちに、ノリピ何やってんのかな、最近って聞くと、なんかどうやらみんな目撃情報があって。うん。そう。何をしてるかっていうと、お母さんが、 お母さんんと一緒に自転車を漕いいででるるっていう情報はあるんですよ立山の,あのバイパスあるじゃないですかあのよくこうあのヤシの木みたいなのがバーって両サイドにところでそういうところとかをお母さんが引率してチャリンコ漕いでるんですってでノリピーも後ろに自転車を漕いでるっていうのがあって「ほんとかよと思ってそんなことって「何してんの?」ってで,でねあのこれで目撃情報がみんなそれなんですよ。あのえ俺この前見たぞノリピーって言ったら「はって。 自転車乗ってたわって。お母さんが前にいてって。え俺もなんだけどっつって。はどういう状況っつって。22ぐらいの時にね。そう。で、まあ俺もね、あのー、実は一回見たことあるんだけど、20とか、あのー、24ぐらいの時に。まあその時は、まあ、あ、本当だって。お母さんが前、車運転し、あの、自転車運転して。で、まあいわ二2台ですよ。お母さんが1台、ノリピーが1台で。 でノリピを後ろからこうやって自転車で声いでて「あ本当だやってる」と思ってで何してんのかなと思って分かんなかったんだけど当時で時は過ぎもう僕は今年37歳になるんですがあのね朝早くですね僕ちょっとあの神社の近くを散歩して神社のちょっと境内の方まで行ってちょっとこうお賽銭投げたりとかしてねそうあの、まあ、観光というか、まあ、あの思い出に浸ってたんですけど で、それで終わってですね、えー、道路にいたら、白髪の、まあ、女性というか、まあ、おばさまと、そして、後ろにはですね、あの、ピコのジャージを着た、まあ、もう、あのー、体が大きくて、えー、もう髪の毛も、まあ、うん、そんなふうになってて、まあ、眼鏡は、うん、牛乳瓶みたいになってて、でもう、あのー、 確実に、なんかこの、違和感を感じたんですよね。あのね、37歳のおじさんと、で、前にいるのは70ぐらいのおばさまで、違和感でしかないの。70のおばさまが引率して、で、それで、後ろに、30後半のね、おじさまが <laughs>、うん、そう。ずっと、お母さんと一緒に自転車に乗ってんですよね。そう。 てか目撃情報がそれしかないんですよ。ノリピーがソロでいることがまずないんですよ。お母さんがいて、ノリピーがいる。それが、もう、うちの地元の目撃情報で、僕、昨日それを見てきてですね。そう。で、あの、今まで見る目撃が、あのだいたいみんな車に乗ってる時に目撃情報があったんですよね。 車でバーンって運転して「ああノリピーだー」みたいな感じで「あれお母さんと一緒にいんな」っていうのが大体目撃情報だったんだけどまさかのまあ僕はもう距離で言ったらばもう5メートルぐらいのしかも僕は歩いている状態そうつまり彼に声をかけられる状態だったんですようんこれはもうまごうことなきノリピーだって、うん、そうで俺が言った言葉は「のノリピー!」って言ったんですよ僕「の ノリピーって言ったらもうあのー、一度あのー、探されました探されて顔を見てそのまままたあのー、元を見ていた方向を見てそのまま自転車をこいでいきました、うん、はい僕はあなる <laughs> なるほどっ 二度目はこれ悲しいっていうかまあ何な,なんなんなんわかんないんすよねどういう状況かうんどういう状況かわかんないですよだってあのしかもあれですよ今日俺えいつだっけなあ昨日あったんで昨日あったんでいつだ,だ土曜日ですよ土曜日の昼間からうんちょっとわかんなかったんすよねすっきりしない感じで。 で、ちょっとあのー、その後に、いろいろちょっとその、あの、お祭りの許諾を、まあ、取らせていただくっていう中で、まあ、俺の友達かとちょっと、あの、会う機会があったんだけど、その時に俺はもう息を入れよっおいって、あったよってあったよ俺ノリビにつって、マジでって。どうだったつって。うん。みんなで情報共有したんだけど、やっぱり謎は深まるばかりだった。なんわかんねえって。状況がわかんねえと思ってうん。 状況がわかんなかった。いや、笑いのにしてなよ。これ、本当にいじめとかなかったのよ。うちの、あのー、中学は。うん。まあ、高校とかになってくると、正直、あの、もう、人数が多すぎちゃって、他の中学のやつとかも、あの、多かったから、正直わかんなかったけど。じゃ、ほんとこれ、ノリビに悪いけど、俺ちょっと、ビビっちゃったわ、マジで。 この探されたんですよね僕5メートルぐらいだったんですけど「ノリピー!」っつったらうんでもまああのー、久々に、まあ、再会できてよかった俺はうん再会できてちなみにあでもねノリピーのねお母さんはめちゃめちゃ、あのー、俺のこと覚えててくれててそう「あら!」って、うん、何年ぶりだ,だから20年 20年以来ぐらいだったんだけどさ20年ぶりぐらいだったんだけどそうまあもうこれ以上はもう追求できないと思ったうんもうこれ以上はもうダメだって久々に友達に会ったとて何もちょっとこれはもうあの追求せずに心に深くしまっとこうと思って。